AM-37 とは、第二次世界大戦前に、ソビエト連邦で開発された、航空機用、レシプロエンジンである。AM-35 の改良型にあたるが、信頼性に問題を抱えていたため、少数生産に、止まった。1939年12月、ミクーリンの工場は AM、AM-35 に、下級機とインタークーラーを追加した新型エンジンの、設計に着手した。 1940年に10機程度の試作機を完成させ、1941年1月よりベンチテストを始めた。同年4月に政府による受納試験に合格して量産の承認を受けた。新しいエンジン AM-37 と命名され、様々な航空機に乗せてテストが行われたものの、機械的信頼性が低く、オーバーヒートを起こす傾向が示された。 生産はモスクワの第24工場で行われたが、独祖線の勃発のため同工場は10月に疎開を余儀なくされ、それまでに29機の AM-37 しか完成しなかった。ミクーリン設計局が AM-37 の問題を解決できなかったこともあり、疎開後に AM-37 の生産が再開されることはなかった。出展。 コテルニコーブ、ロシアンピストンエアロエンジンズ初言気候性能。ありがとうございます。